メンタル、情緒の安定する方法を教えてください。はい、情緒の安定する方法、これはですね、僕は思うのは、実際試験直前期は情緒は安定しないものだと思うんですね。司法試験前とか医師国家試験前とか結構ね、不安になります、なりましたし、僕は大学受験は割と余裕ではあったのでっていうふうに言っちゃあれだけど、それはまあちゃんと勉強してたからであって、勉強ちゃんとしてれば、情緒は安定する。勉強してなかったとしたら安定しない。もう本当にそれだけの話で。じゃあ、情緒を安定するためにどうすればいいかっていうと、もうね、ひたすら勉強するのがいいですね。本当に安定する。要は、なぜ自分が不安に思うかっていうと、こう、まだまだ、なんていうの、必要量に達してない、勉強量が必要量に達してない、自分の実力がついてきてないっていう時に、不安になるわけじゃないですか。ということは、逆に言えば、もうひたすら、こんなにやるみたいな、もうやめなよってね、自分の頭の中の悪魔が、もうやめていいんだぜとか、天使までもが、もうそろそろちょっとやめた方がいいんじゃないかしらっていうぐらいまで、ひたすらやれば、なんかこう、落ち着くんですよね。むしろ勉強してない時に、勉強しなきゃいけないのに自分してない、どうしよう、なんかこの状況やばいなって思ってる方が一番ね、精神的に悪いので、もうひたすらね、勉強し続けるっていうのがいいかなと思います。はい。